回注意です。しかも関東に来てるとは、食べるな。おじさんの朝ごはんじゃない。これは猫ちゃんの朝ごはんだよ。
で、紅白饅頭みたいな赤と白のジャンパー姿を僕2人とともに僕から言ってしまった。それ以来何の動きもない。じゃあ安藤健はまだ部屋にいるってことだよね。いや、いっぱい食わされたようだ。安藤はもう3号室にはいない。その可能性が高い。え、どうしてそういう考えになるの？入れ替わったんで。入れ替わった？私たちはついつい脚立の担架に乗せられた水原真由美に注目してしまったけど、それを運んでいる赤と白のジャンパーなどの2人の男のどっちかが、いや、それはどっちかわからんが、安藤を駆けると入れ替わっていた。なるほど、この可能性はある。嘘だ。私は安藤健があなたの部屋に。